思いがいっぱいロマンの風二音堂宝歌始めたいと思います。それではよろしくお願いします。
気持ちよく切り替えてね。次の曲はね、平成9年かな、パーマネントのバラという映画で出ました、榊の方でね、スクモローの榊の方で撮ったんですけど、その時に僕は漁師の役で出たんですね。で、漁師の役で出た時に、一応いろんな思いがあって、つい歌を作っちゃいまして、風はブルー榊の港という曲をね、作りました。で、やっぱりその思い出としてこの中には小池栄子さんとのね、セリフを交わした覚えてるとか、菅野美穂さんとの出会いからいろんなところで僕は場面で、撮影の中に入りました。そういう思いの中でいろんな、記憶が残った、思いが残った曲です。聴いてください。風はブルー、榊の港。よろしくお願いします。
風はブルース高木の港、ありがとうございました。今日はなんとなくはね、普段と違う雰囲気が皆さん見る目聞く目ってすごいね、今日は伝わってきますよ。ほんまにね、今日の日はあんまになんか皆さんが緊張してね、イベントを作ってくれたスタッフも雨がこうかと思いながら一生懸命やってる姿がもう伝わってきますのでね、皆さんリラックスして聞いてくださいね、お客さんもね。そんなこと言いもって、次の曲はね、絵師金蔵の歌という曲があるんですけど、これは赤々の、絵を描いた絵師さんの絵師金蔵さんのと歌った曲ですけど、7月の19日ですかね、赤岡でビアガーデンの前で、2時間半ライブやります。赤岡でほとんどビールが前に並んでね、こうやってご焼香するような形で皆さんがまるたん頑張ってねっていうか、ビールがポン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 置いてるんで、こうやって合唱してくれるんですけど、もうとにかくいい雰囲気でね、金祭りも、やりますので、もしよかったらね、見てもらえたら、ちょっとモニターのね、ミュージックちょっとその結構ありました、 CD のモニターね、それで OK かな、 OK、 それではよろしくお願いします。それでは絵師金蔵の歌、よろしく。
ぞ、どこ行きよら。今日は仁淀の長者の勝負の祭りでよ、こちゃんに飲んで食べてください。ありがとう。結局カラオケバックで歌っていきたいと思います。あと2曲で締めます。その後スイスから今先ほど帰ってきたピアノ弾きを紹介しますので、もう多忙な方をね出てきました。次の曲はオランク祭りという曲がいたです。皆さんおいたら、ちょっとね手とか叩いてみる人が、まあ適度体を動いてやね、せっかくのあれやから、OK、 オランク祭り行こう。よろしく。
に乗せて仁淀の夜空に咲く花は若い息吹が燃え上がる熱い千代の夏祭り。よっさあ、ありがとう。 Thank you。ありがとうございました、ね、雨もまあこれまで、ね、落ち着いてもらえてありがたいですね、まあ、してない。それでは次の曲はね、天狗の夏はみんなの夏という曲を歌います。天狗の里へもちょいちょい行くんですけど、今年も何回か足運んでみたいなと思ってます。この通っていた近いね、仁淀ここ通っていたら ね天狗の上がり口から来たんですけど、20分ぐらいかな、ここまでね、道も良くなったし、どんどん授業してもらいたいね。そういうことでね、次の曲は天狗の夏、天狗の、ね、人はひょっと来てないかなと思いますけど、歌いたいの天狗の夏はみんなの夏ね、行きましょうかね。ちょっと気持ちいい、あのモニターのねミュージック上げてください。それでは天狗の夏はみんなの夏、よろしく。南から風に吹かれて、さんさん夏の日差しを受けて、君が眩しく見える。天狗に来てよかった。麦わら帽子が揺れている。四国カルスト姫百合の花、天狗の夏は情熱の夏、自然が呼んでる。鳥の声に誘われて、あいつと一緒に口笛吹いて、下界のざわめきを逃れて、天狗に来てよかった。額の汗がしょっぱいね。四国カルスト物語、天狗の夏は燃える夏。ありがとう。今日はわらわらね駆けつけてくれた天狗の支配人で駆けつけたんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。おいしい空気を心も体も弾んでる。いい思い出を作ろう。天狗に来てよかった。触れ合い人の合言葉、四万十研究
ここにあり。天狗の夏はみんなの夏、天狗に来てよかった。触れ合い人の合言葉、四万十天竜ここにあり。天狗の夏はみんなの夏。CD がなんかちょっと一瞬止まって、こういうこともね、生放送にありですね。ライブでございますので、え、アンコールでリベンジだと勝負が枯れる気でリベンジに行って、それではね、それではもう一回仁王との歌を歌って、一部のステージ終わりますので聞いてください。次には相方で、アリサという女性の方がいますけれど、今日はスイスの方で、イベントがあったんですけど、キャンセルしてわざわざ勝負の祭りに来てくれまして、まあ、ありがとうございます。本人は聞いてない全然。それではね、思いがいっぱいロマンの風の曲を歌います。よろしく。
心かき立てる。司会者さんももう感極まってステージ上がってきてくれた。休憩でございますね。まあ一部ということで、ちょっと休み時間をちょっと利用してですね。そうですね。高知大学ですね。この長者ダンダンクラブさんとはですねかなり長いお付き合いを、まあ、させていただいています。ちょうどですね上田先生ですね、高知大学の、人文学部の上田先生がですねこの長者にずっと、関わりまして、学生をですねこうお祭りに呼んだりキャンドルライトをさせていただいたりとかいろんな活動をですねご一緒させていただいたと思うんですが、この地域共同学部はですねまさにその、まあ、上田先生がやっていたようなですね学生と地域が共にですね一緒になって地域のことを考えてそこでまあ何か活動していく、そういう中でですね地域の方にもまあお返しをしていきながら、学生がですね、まあ、将来、自分の地元だったりあるいはまた別の、まあ地域だったりあるいはまあ社会の中に出た時にですねいろんな人たちを結びつけながらこの日本の世の中を変えていけるようなですねそういう一緒にみんなでやるっていうことをですね、なんでそういう能力を伸ばそうというそういうまあ学部になっています。で今日はですね実は上田先生学部長にめでたくなられまして、はい、地域共同学部の学部長がまあ上田先生なんですが、そのまあ地域共同学部の実習の一環として今日に来させていただいています。はい、ちなみに地域共同学部の学生は何人だ、はい、67名の、はい、精鋭がですねこの4月に、入りまして、そのですね67名の学生がこの前期ですね1学期間に何回かに分けてですね計4回に分けてですねこの長者地区の、に入らせていただいて、長者の地区のことを知って皆さんのお話を聞くということを、まあ、やっておりますが、今回そのですね一環として16名の学生が、今日お祭りに参加させていただいてですね、そこで、お手伝いをしながら時には子どもたちにゲームをしながらですねこの地域の頑張る、皆さんの状況を見させていただいたということになります。で今後なんですけれども、まあ、前期はそういうふうな形で67名の学生が1回長者に来るということになってますが、後期からですねその67名の中でやっぱりいろんなとこもあったけど長者が一番だなっていう学生がですねがっつり、地域の中に入らせていただいてですね、一緒に今、地域のことをまずは理解させていただいていろんなお話を聞きながらいろんなお手伝いを、させていただくというそういうふうな形になっております。で、ね、この長者との高知大学との縁もですね本当に長いものなんですけれども、新しい学部ができることでですねその縁がより深くですね強くなっていけばなと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。というわけで、せっかくなので今日の感想を学生何人かに聞いていきたいと思います。はい、ではどうしようかな。じゃあ片山さん静岡県から来ました片山です。今日お店の売る方の手伝いとあと自分らのゲームの、役をやらせていただいたんですけども、子供も大人も
子供も大人もみんな明るくて、私たちが今日初めて来たばっかりなのにすごく親しく話しかけてくれて本当に楽しかったし、長者のいいところがたくさん知れました。本当はちょっとやっぱ晴れてて欲しかったんですけど、雨でもこんなに活気のある祭りができるっていうのも本当に魅力の一つだと思います。ぜひまた他のお祭りにも参加したいと思うのでよろしくお願いします。ありがとうございます。祭りのゲームにも参加したんですけど、なんかちっちゃい子と触れ合うことができて、なんか心の癒しにもなったし、なんか長者にこう触れ合える感が実感して、とても楽しい一日になりました。ありがとうございました。徳島県から来ました漆原浩一です。お願いします。愛媛県から来ました近藤ひな子です。さっき2人とも言ってたんですけど、こんな雨の中でも結構子供たちも多く来てくれて、一緒にゲームとかも楽しむことができてすごい楽しかったです。まだイベントがいろいろあるってさっきお話伺ったんで、もうどんどん参加したいなと思います。これからもよろしくお願いします。はい、今地域協働学部の学部の皆さん方がご挨拶いただきましたが、先生から説明があったように67名の学生の皆さんが第1期生として高知大学に入学をされております。その方たちが4班に分かれて高知県を6つの地域にいろいろと勉強に出向いてくれております。ここ長者ではまず最初に、鯉のぼり飛ばしに、一班が来、この間古田の岡崎信盛さんの田んぼに田植えに2班が来てくれました。そして、今日3班目の方でもう1班来るのが今月の23日、勝負の中の草引きに来てくれるんですけれども、そうすると67名の学生が全てここに出揃うっていうことになるんですが、今日の皆さん方は初めての皆さん方ですけれども、私は開所式に高知に出向いておりましたけれども、その時に彼ら彼女らはパネルディスカッションをされておりましたが、どの方も学級委員かクラブであるんだったらキャプテンも務めた方だろうな、そんなすごいパワーを持った学生さんたちだというふうに思っております。長者の願いといたしましては、こういった祭りの中で、祭りのリーダー役を将来になってほしい、そんな思いをしております。舞台では司会をやる、下ではお店のレイアウトもきちっとできるような、地域に根ざしたそして即戦力となる学生さんに育ってほしいという希望を持っております。まずはその中で、今日も空気を新しく入れ替えていただきましたけれども、地域に皆さん方の若い力を持って新しい空気を吹き込んでいただきたい、そんな思いを地域は持っております。これからもどうぞよろしく頑張ってください。ありがとうございました。小松さん、すみません。どうぞ。お願いします。
静止動画。それではね、ちょっと任務が始まります。長祖母が長祖母元近くの歌を歌いますので、この前、長祖母さんのイベントがありまして、長野の方で、その時に歌を作っていきました元近くの曲ですけど、あのピピさん OK さあ行きましょうか。ピピさん OK。それでは超そばへ元近くの曲を歌いますので、よろしくお願いします。
ちょ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 もとちかちょ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 もとちかちょ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 もとちかちょそがべもとちかくん。元近くんのです、踊りは、井上さんです。はい、ありがとうございます。それではガンガンいきましょう。次の曲はですね、風を届けたいという曲を歌います。鳴ってます、鳴ってます、鳴ってます。それでは風を届けたい、いきましょうか。今日は CD も、ね、一応持ってきてますので、まだよかったら買ってください。この曲も入ってます。風を届けたいね、行こうか。皆さん手拍子お願いします。ふるさとの風を届けたい、サンサンテレビの元気は本部で流れてます。行こうか。ワンツースリーフォーレ。風を届けたい、ふるさとの風を、四国の山より君に届けたい。君は今どこかの街で、どんなメールを打っているだろうか。風を届けたい、ふるさとの風を、土佐の国から君に届けたい。君は今どこかの街で、どんな話をしているだろうか。仁淀の風を、笑顔人情を君に届けたい。君は今どこかの街で、どんなもてなしを受けているだろうか。
ありがとう。お気をつけて。お気をつけて、またね。今ビギンが変わります。テイピチさんです。テイピチさん。はい、テイピチさんがお帰りになります。今からきっとに着きますのでね。6時からまた次のスケジュールが詰まってるそうで。お元気でお帰りください。あとは僕らに任せとき。安心してお帰りくださいませ。それでは2人を送るために乾杯しましょう。ご賞をお願いします。なみなみとついたコップにおビールとかお酒持ってますか、お茶もね。それではこんな感じだったら、こんばんこんな感じ、こんな感じだったら乾杯。それではやってます、後ろでやってますね、ビギンさんがね。それでいきましょう。ご賞をお願いします。乾杯。それでは次の曲はですね、3時までやりますけどね、頑張って、はい、仁淀川という曲を歌います。ギターの音ちょっと遅れる、ギターわからない、メインモニター、モニター、モニター。それでは仁淀川という曲を歌います。今年もたくさんの鮎ね、うなぎ、秩父、エビ、ボルタ、カマキリ。カマキリもですか？おるよ、カマキリ知らんの。アリサはカマキリ知らんやて。カマキリって、あのほら、カマキリアイカケ、アイカケ。アイカケ。わかった、アイカケはカマキリね。チチブって何？チチブって、ちっちゃいチチブって。チチコ。チチコ。ほんで、ゴルタ。ゴルタって、ゴルタ。タニチチブ持ってね。タネってなって長いよね。それでは、お帰りでございます。お気をつけて。毎年ね、こっち来てくれて、なんか皆さん、盛大なお見送りをね、ありがとうございました。どうも、本当。それでは、お見送りしながら歌います。仁淀川を使ってくださいね。歌います。仁淀川、行きましょう。すいません。光、昔も今も変わらない、水面の流れ優しく激しく、とうとうと流れ、会話のロマン、愛しき母なる胸に、仁淀川、清らかに美しく思い出巡る、せせらぐ川がきらめき始める、親父の竿に鮎が跳ねる、夕暮れでカジカが鳴いた、遠くに家の明かりが見える、絵画の風
親父の背中に強さを感じ、岸辺で兄ちゃんと懐中電灯をつけたり消したり、大河の歌、石槌山から命育み、ありがとうございます。ここ中で仁淀川でね、四万じゃないでね、長者川かそうか、ここ長者川やそうか、それ知らない今度が長者川ということで、覚えとってね。次の曲はてっぺん四万という曲ございます。すごく日本最後の清流ということでね、これは僕が今から20年ぐらい前に作ったんですね。大阪あの四万十でコンサートがあった時にてっぺん四万十という曲を作りました。今からそれではその曲を歌ってみたいと思いますので、皆さん聴いてね、てっぺん四万十よろしくお願いします。最高のね、思いを大河のロマン、てっぺん四万十で届けます。山々に清流集める源ありや、345の支流ありや、シーマムタのアイヌのなありや、四万十四万十光りさんさん水ありや、四万十四万十光りさんさん水ありて、四国てっぺん谷谷に清流集める源ありや、332の流れありや、生き物水気候のなありや、四万十四万十命さんさん水ありや、
水ありて限りあと10分です、ね、皆さん時間通りに終わるっていうのは仁王との鉄則でございますので、ピャッとってピャッとってピャッとなんですね。四万十川の今一番になったって、え、四万十川の今一番になった引き上げたいかね。そうそうね、いつ最近なんか最近引き上げたいかあったんですよ、ね、すごい四万十川日本一、日本一、そうなんや、引き上げだったよかったですね。高知県から日本一の鮎は美味しい釜が出るってことは、もうそれぐらい釜は綺麗やと。ここもなんか釜もなんか日本一になったことあるんですよね。え、長座がないわね、日本一になった時もね、なんか日本一ってすごくもう身近に感じるところだよね日本一のお市をね、すごいですよこのお市。僕はお市ってどんなかと思ったら、一応の日やったらね、全然知らんって、大いちょう、大神やる大いちょうかな思ったら、みんな仁王取りたら大いちょう木かぶってうろうろしようかと、そうじゃないんや、大いちょうって取れない。これ銀杏落ちますか、落ちる、これ本当面がいるんだろ、銀杏も、これは片っぽで、ね、これは面やと、この面やったら銀杏落ちるわけだな。おんのおらん、隣におんの木とおんのいちょうの木があって面があったらいいんやろ、知らんか、勝手に身にならんがで、これなんだセットかと思っちゃったら違う、違う違う、みかんも温と麺の上とみかんにならんがと、一人ぼっちじゃないですからね、そうかわいそうに、そうタケノコも温と麺がなかったらタクオにならんがと、そう嘘かい、スイカもそうやんか、温の麺と、じゃあ温の茶、温麺のスイカと温のスイカがおってよ、知らんか、もう、まあ、みんな知らんどうしやって、そうなんですか、全部そうよ、タケノコもタケノコもそうよ、あれタケノコもほんと麺がおるんだ、そう食べたことないか、タケノコは私いっぱい生えて忙しいけど、あら、あら、音波取りよ知らんから、まあ、みんな知らんと思うけど、知らんでも知らんって、まあ、今言うことは全部あの勉強お勉強やけど、お菓子の勉強やけど、一応は確かそんな聞いたよ、一応は私、オスとメスがないとならない、イチョウ並木の分かった親のひいひの髪の緑です、イチョウそれでは次の曲はアリサの住んでるところの顔、安町ね、安町の神安に関
1日家を開放してライブをやるんで、山岡さん、料理のカウンだけ、関西料理、山岡さんの料理まだ、ね、安から今日来てくれてね、これで、ね、それあと歌いますが、歩いても歩いても、ハオという曲歌います。ハオで彼女と出会った、キューピットでしょ、そう、キューピットは山岡さんです。その彼女は今、ハオの歌を歌おうかな。それで、アリサと一緒に出会ったのもハオです、5年前に。出会った時はアリサは細くてね、風が吹いたら飛ばされるようになってたけど、この5年間でね、風が吹いても飛ばないような人間だった。その彼女を歌えて歌えてですね、歩いても歩いてもハオ。それでは皆さん力入ってこう、歩いても歩いても歩、一緒に運動がついてますので、ハオハオってやってください。ありがとうございました。マメディン中バレエ団です。どうか、ワン、ツー、スリー、ファイト。空が迎えてくれて、山の緑に癒されて、帰ってきたよ、昔のままの石垣、縁側造りの家、時が止まったままの風景、愛と歩いても歩いてもハオ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 、振り向いても振り向いてもハオ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 、この道はこの道はハオ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 、春の風にうぐいす歌い、満開の桜に心和み、で帰ってきたよ、吹きのとおつくしんぼ、たけのこ掘りした裏の山、自然にたくさん恵みをもらい、いっぱい遊びを覚えた子供の頃の私が愛と、歩いても歩いてもハオ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 、振り向いても振り向いてもハオ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 、この道はこの道はハオ、夏にふるさと思い、おがまそうに集う人、帰ってきたよ、元気でしたか和美さん、山菜料理でお客せよ、今日は泊まって行く気に、山里に明かりが灯り、子供の頃の私が愛と、歩いても歩いてもハオ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 、振り向いても振り向いてもハオ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 、この道はこの道はハオ、歩いてもハオ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 、振り向いても振り向いてもハオ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 、この道はこの道はハオ、もう一度ハオハオハオ。
7月11日大橋通りの中納言の前で、5時から歌ってます、3時間4時間かな、土曜夜市でもし来たら来て豆さん歌うかよって声かけてくれたらなんか雨かなんかを雨なんかまあ来て声かけてや大橋通りでね歌ってます、7月11日土曜夜市ブラッド高知来てくださいや。僕安田町から高知行く時仁淀と安田町と時間ぐらい一緒かな高知行ったら行くでよ。よっしゃ、それでは僕 の、 あのデビュー曲をね歌います。東京にいる君に行くかね。ワンツースリーハイ、田舎の方はレンゲも咲いてもう春めいてきました。そして君の母さんにみっちゃんの結婚式で会いました。君から全然頼りがないと言いよったぜよ。たまには電話でもしゃらねがんぜよ。南国土佐から東京へ、東京へ、東京一中君に、東京の暮らしにも慣れてきた頃だと思います。甘い言葉に気をつけんといかんでよ。田舎と違う君ところで俺の都可以了。土佐弁どこ行けら急にあの発狂するのであのちょっと待ちください。急になんか覚え出してる
こけないよ、こけないよ、もう。あんたね、こけたら身も蓋もあるけん。それでは、まるごとコーチの歌をね、歌いますけど、あの、まるごとコーチ東京編と、まるごとコーチ東部編と、まるごとコーチ全般です。行きましょうか。皆さん、踊ってかまんき。誰っちゃ怒れへん。みんな知らふりしてくれるき。今日はもうブレイクやから。あ、帰ってから踊ったらおかしになるので、ここで踊ったら別におかしないから。行こうか。ね。OK。それでは、まるごとコーチの歌を歌います。皆さんお疲れ様でした。ここまでたどついてきました。行こう、まるごとコーチ、いやさい。はい、よいしょ。あ、そうね。あ、そうだ。ようこそ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 。ここは高知のど真ん中。両手にみんなが踊り、オーランクはまるごとよさこい節よ、オーランクラブ帰りは龍馬慎太郎やったろうよ、と足摺り桂浜よ、よいしょ。おはいり、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 これが高知のお客ぜよ、けんぱい、めくはい、あしけんあそび、おらんくはなるごとさらけの国よ、海の幸聞いて聞けるカエルは四万十川山の幸よさい、あら、あ、そりゃ、あ、そりゃ、あ、よいしょ、あ、そりゃ、ありがとう、ありがとう、おかげでお客は盛り上がり、老いも若きも笑顔の花よ、オーランクはまるごと竜宮城よ、さあさあ迎えるわ金目金なごちりめんど、あゆにうずにそうだぶしよ、さあさあ迎えるわご当地自慢さわちよい、まるごとコーチの大佐、ランサー浜田、ランサー和美、あの一応ランサー浜田、ランサー井上、ランサー和美です。で一応キャプテンがランサー浜田なんですけど、1年前にダンス教室を開いたら、あのお客さん生徒10人おったんですけど、それが1日のレッスンでみんな帰ってしまった。踊るたび全部違うみんな読むならなって、ほら好き勝手に踊ってくださいと、みんな好き勝手に踊ってくださいとダンスに習ったということで、けど一応いまだにあの浜田レッスン教室やってますんでなんか頑張れな、まあ、僕らほんなに大したバンドじゃないです、大したグループでもないです、どっかでね集まってきてみんながなんかできたらいいなと思って、だん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 あの集まってきたんですね。だからこういうふうに自然体の中で、あの自然の中で僕らが一番合ってるんかなと思って最近常に思います。呼んでくれてありがとうという言葉と、どれくらいの言葉を返してやからんし、今まで生きてきてよかった、おじいさん一生懸命、お父さんそこでね応援してくれてありがとう。この方踊りバラバラやのでね、一生懸命踊りやったけど全部違うからね、一生懸命、あんたリーダーやったんだ、お父さん一生懸命踊りやった
まあけど体弱したということは非常に良かったね、健康になったということで、これでこれでもう全部の曲を終了しますが、アンコールもないので帰ります。いやアンコールあるね。アンコールあるね。あのはい。何歌うね、湯が沸いたで言う湯行こうかね、仁淀の風、分かった、仁淀の風歌いましょう、アンコール仁淀の風、やっぱりこの歌ここで歌わないかんよ、ね、思いがいっぱい仁淀の風、年に何回か呼ばれてきますけど来るために歌わせていただきます。この曲ありで仁淀あり、友達にも感謝したいです。それは最高の歌ね、最高の歌、最高の歌、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん最高の踊りをお願いします。最高の踊りを。それではお前がいっぱい仁淀の風、ありがとう。今日はこっちこそありがとう。はい、みんなバイバイしてくれてます。高知大学生ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくね。豆電球です。今日はついてます、明日は消えます。川物をきらめき坂を登りたどり着いた詐欺利己に桜の花びら舞い降りて私の心も春が来た。斜面いっぱいのお茶の畑も輝いて優しい日差し受けながら私の心も癒される。ああ仁淀の香り、いつまでも長者伝説大いちょう通りげひねり秋葉祭り、人と自然が歴史を守り私の心に焼き付いた。空の彼方に思いを届け私の心はあなたのもとへ。ああ仁淀の空にダラララいつまでも仁淀の真ん中中どんとそびえる鳥形山、白い荒野に不思議な世界私の心をかき立てる。ああ仁淀の風にラララ「いつまでも」
また会いましょう。サンキュー、みんなスタッフの方もご苦労さん、今日は最高でした。雨には負けなかった、みんなありがとう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まもなくその皆さんにもう一度温かい拍手をお願いします。どうもありがとうございました。どうも、本当雨の中どうもすいませんねこれは自然に勝てません。どうも、でも今日は勝負は喜んだと思います。本当に勝負祭りってこんなもんですよ。ありがとうございました本当に。次回はまたあの七夕様です、よろしく、よろしく。次回また七夕様で、あの七夕祭り、またこれはもう最高のイベントになると思います。よろしくお願いいたします、はい、もう予約しておきますので、はい、予約ありがとうございます、はい、ありがとうございます。 CD も歩きね、よかったらね、思い出に買ってくださいね。 CD、こちらのテントの青いテント、ね、青いテントのところに CD ありますんで、またよろしくお願いいたします。16曲入ってますんで、はい、すいません。